では今回は、リートベルト解析が終わった後に、メムを計算する方法を説明したいと思います。まず、まあ、大体こんな感じで、6割ぐらい解析が進んだ。まあ、これ6割じゃないですけど、大体6割ぐらい解析が終わったかなっていうところで、メムをやっていただければと思いますけど、メムはまあ、本当はちゃんと、外に出す、外に、学会や、なんですかね、研究室での発表するときには、きちっと RWB を、下げられるところまで下げて、行います。それで、まあ、今回これプロットなんですけど、まあ、差分がブルーなんですけども、この差分がもう大体見てもいい感じ、本当はこのぐらいのレベル、あまりもう見えないかなってところぐらいまでやってください。今回ちょっと残ってますね。まあ、この状態で、メモやって、あと、どの原子にどの何が入っているのかというような詳細な情報を得てから、またリートベル繰り返すっていう場合には、6割ぐらいまで進んだときにメモをやっていただければいいと思います。でメムで大事なところはですね、定価側の解説ピークすべて入ってないといけないです。で、論文などを見ると、リートベルトまでは、2θ10ぐらいから始められているものもあります。まあ、定価側のところで、ちゃんとした精度が出てこないとか、変なものが出てくるとか、いうことで、10から始められているところもあると思いますけれども、メム解析の時には、ちゃんと定価側まで入れた時の解析を行ってください。それで、リートベルト解析が終わったら、この、.ns のファイル、こちらのファイルですね、これは示しでしたね、ごめんなさい、作成している .ins ファイルを、メムの出力を出すように書き換え、指定します。メムと検索していただくと、まず、このボクセルデータ、ボクセルナンバーをいくつにするかって出てきます。で、これはどういうふうにして算出すればいいかと言いますと、まず、リートベルト解析して .lst のファイルが出てくると思います。これが出たら、今度 lst2shift というボタンを押します。そうすると、リートベルト解析からの、得られた構造から、shift のデータを作ってくれます。これをベースにスッと入れます。そして、utilities の、モデルエレクトロンデンシティのボタンを押します。で、このレゾリューションを 0.1 よりも下の値、だいたい 0.05 から 0.1 ぐらいまでの値を入れますけど、あ、というか、使用している波長の分解ので、どこまで下げられるか決まってくるんですけども、例えば、通常は 0.1 より小さい値を入れて、使っている波長の分解 のところまで、の値を入れればいいです。まあ、我々はちょっと 0.1 でやってます。で、0.1 入れたら、この下のところに、ディメンジョンズっていうところが出てきます。で、この56って書かれている値のところを XYZ に対応するんですけども、それを、ここの .is の、ナンバーオブボクセルのところに入れます。このようになります。このようにしてくれいただければいいです。で、その後さらに、下の書き換えます。で、この部分。この部分のところを変えます。まず大事なことは、メム用の出力ファイルを出すかどうかということですけど、ここを、1にします。こうすることで出力ファイル、メム用の、正確にはメム用の入力ファイルを作ってくれます。で、次に、電子数を入れます。電子数はどこから算出するかと言いますと、先ほどのディメンジョンズのこの上の部分か、.lst のところに、トータルと入れ、あ、すいません。失礼しました。うまくいかなかった。トータルとこのように入力すると、トータルナンバーオブエレクトロンの値が出てきます。まあ、下下げた面までは、まあ、違ってのはご愛嬌ということで、この値入れればいいです。この値を入れます。このようになります。で、これで、リターンのボタンを一回発射します。そうすると、メム用の、入力ファイルができます。この .prf です。これをじゃあちょっと見てみましょう。で、書き換えるところは、行くとこかって言いますと、まずは、上から見ていくと、問題ないですね。一応説明しますと、ここにちゃんと、英文で、コメントが書いてあります。なので、これに従ってやればいいです。例えば、X 線と中性子で、どちら使いますかってことで、X 線なら0にしますよと書いてありますね。で、あと、この部分をどうするのかっていうことも書いてありますけど、
それで、オプティマイザーアルゴリズムをどれ使うのかっていうのですけども、1です。これが、最も精度が高いと言われています。で、次に精度が高いのはこのケンブリッジアルゴリズム。そして3番がこの0の ZSPA です。で、まあ、デフォルト2になって、いや、1になってますから、最も精度の高い方法でやってるということですね。で、まあ、ここもあんまり変える必要はないですね。で、こちらなんですけども、ここに書いてありますね。こちらの場合は、ディスノミア、このメモ計算するディスノミアからで算出してもらうようにします。まあ、1になっているかどうか確認してください。そうですね。なんか、私が見たときは0になってたりしてたんですけど、これ1になっているか確認してください。で、あと書き換わるところは、ここですね。このコエフィシエントです。この値が、どうするかなんですけども、この値は、メモを走らせた後に、R 因子 と、サイクル数が小さくなる値を探してください。で、さらに、理論で出した、メモの結果とも、すみません、傾向が一致するような値にします。で、ネット上で見ると、誰かが、どの値がいいのかとか調べてくださって、書いてあるところもあるのでその値にします。で、これ以上が終われば、ディスノミアのボタンを押します。そうすると結果が出ます。 R 因子がここにあります。あ、まあ最初に、サイクル数もありますね。サイクル数もありますし R 因子もここに書いてあります。で、ここの値をいくつか変えて、R 因子とサイクル数が少なくなるところを探すということですね。どういうふうなのを探せばいいかということなんですけども、まあ、一番簡単なものは、横軸サイクルで上が R 因子としましょうか。 R 因子とします。で、サイクル数が多ければ当然 R 因子はどんどん小さくなってきます。で、一番分かりやすい例はこうなるのが分かりやすくて、その場合にはここを言うのをここの部分の値を採用するような E の値を取る使えばいいんですけども、例えば、一番困るのは、こういうような値が出てくるところです。で、こういうような時にはどうするかと言いますと、R 因子とサイクル数が少なくなるようなところこの辺りを採用します。で、なおかつ、理論計算がともう傾向がよく合うようなところにします。で、それで、この E の値を決めていただいたら、次回からは置換した K で同じ E を使って、同じ条件で同じと同じ入力のファセッティング、ですからこの PRF を使って、解析を行っていくということになります。で、解析を、ディスノミアのボタンを、もう一回やってみますか。もう一回を、一回でいいんですけど、押したら、pgrid.pgrid っていうのが出てきます。で、これをこの中に入れれば、メモの結果が出ます。で、オブジェクトのプロパティーズのアイソサーフェイスで、ボタンを押して、これはオングストローム単位に出てます。で、これを例えばこのようにしていくと、このようにメモの結果を得ることができます。で、このようにして、どことどの原子が、よく結合しているのかとかいったことを分析していただければと思います。どこに何があるのかちょっと見えづらいですね。まあ、以上で終わりなんですけども、ちょっとだけ、しまった。あ、シフのファイルを入れるというのは出てきませんね。間違ってるな。これですね。すいません。失礼しました。もう一回やり直します。事前に調べるものしてないと失敗しますね。まず、ビュー、さらに、エディットの、エディットデータの、ストラクチャパラメータの、インポートで、ここに出たシフを入れて、OK して、アプライしてやると、ここに、表示されます。で、オブジェクトのところで、チェックを入れると、どの原子なのかというのを書いてくれますので、これで、どことどこがつながっているのか。アルミは孤立してますね。で、バナジウムと鉄がよく結合した状態になっているっていうのが分かります。
でこのようにして、あとは置換した、あとバナジンはタンタラ入ってるんですけど、でこのようにして、置換元素を変えたりしたときに どのように結合の変化が行われていくのかというのを議論していけばいいと思います。以上で、メムの、計算の方法を終わりたいと思います。